皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題、今回は混合を含む数の乗法と除法の基本についてお話します。動画を見てこの動画役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録の方もお願いします。そして動画で計算の仕方わかったと感じたら、そこで終わらないでください。見ただけで終わらないでください。ぜひ教科書とか問題集で似たような問題を見つけて、その問題解いてみてください。それが計算して解けたら実際に分かったということです。もし解けなかったら、もう一度動画を見直して解き方確認してください。ではまず掛け算乗法からお話します。文字式で A×B、 これを AB、こんな風に表しましたよね。混合を含む数も同じように考えます。じゃあこうすればいいのかなと、ルート A、 ルート B、 いやこれじゃダメです。こうはなりません。この場合は2つルートがありますよね。これを1つにまとめて、ルートの中で A×B、 こうなってルート AB と、このように答えを出します。括弧1番、ルート 2×ルート5、 これはルートを1つにまとめて中で 2×5 を計算してルート10、このようになります。括弧2番、ルート 3×ルート7、 この場合も1つのルートの中で 3×7 を計算してルート21、これが答えです。括弧3番、ルート 11×ルート2、 これも1つのルートのこの記号の中で 11×2 を計算してルート22と、このように計算を出します。4番も同じです。ルート 5×ルート3、 これも1つのルートの中で 5×3 を計算してルート15、このようになるわけです。除法、割り算、これは例えば文字式で A÷B、 これを B 分の A と、こんなふうに表しました。ルートのついている場合も同じように考えます。ルート A÷ルート B はルート B 分のルート A、 2つのルートを1つにまとめてルート B 分の A と、このようになります。では567やってみますね。ルート2÷ルート5、こちらはルート5分のルート2、これを1つのルートにまとめてルート5分の2と、このようになります。ここでは分母の有理化はまだしないでおきます。6番、ルート12÷ルート6、これはルート6分のルート12、これを1つのルートの中にまとめてルート6分の12、これルートの中で約分できるところは約分をします。6と12を約分すると1分の2ということですから、これはルート2、これが答えになります。括弧7番、ルート35÷ルート7、これも同じように考えてルート7分のルート35、1つのルートの中にまとめて7分の35、約分をすると5になるのでルート5、これが
答えとなるわけです。ルートの外にある数をルートの中に入れることができます。例えば3、これは2乗したら9になりますから、3はルート9とこう表せます。考え方はこの3をルートの中に入れて2乗する、だからルート9になるということです。これと同じように5、これはルートの中に入れて5を2乗する、そうすると25になるので、5はルート25、このようにルートの中に入れることができます。この考え方をもとにして4つの数、ルートの外にある数をルートの中に入れる練習をしてみます。8番の3ルート2、これは3かけるルート2のことです。3をルートの中に入れるとルート3の2乗かけるルート2となって、1つのルートにまとめると3の2乗かける2でルート18と、ね、3ルート2すべてルートの中に入れるとルート18になると、こうなるんですけれど、これ途中経過全部書くのは大変ですよ ね。理由が分かっていたら、じゃあいらない部分を省きましょう。書く部分はここからで構いません、ね、3ルート2はルートの中に3を入れて3の2乗かける2と、こうやって計算するということです。9番の2ルート5は1つのルートの中で外にある2を2乗して5をかけます。と2人が4、4×5 でルート20と、このように外にあった2を中に入れるとルート20になるということです。10番も同じです。5ルート2、外にある5、これをルートの中に入れるとルート5の2乗をかける2、5も 25×2 なのでルート50と、このようにルートの中に入れることができます。11番、2ルート3、同じように考えて1つの中でルートの中で外にある2を2乗して中にある3と掛け算をすると、年312なので2ルート3はルート12と、このようになるわけですね。じゃあ次はこの逆をやってみましょう。ルートの中が A2 乗 B のような形になっているとき、2乗になっている A が外に出て A ルート B という形にすることができます。先ほどの逆ですね。こういうことをすることによってルートの中ができるだけ簡単な数、これになるんです。その時ですね、ルートの中の数が2の2乗の4と掛け算をしていないか、3の2乗の9と掛け算をしていないかというように、他の2乗の数と掛け算をしているかどうか、これを調べることが大切です。例えば12番のルート24、ルート24は4624となるので、ルート4×6、こう表せます。4は2の2乗なので2の2乗を ×6 となって、2乗の部分の2が外に出て2ルート6と、このような形にすることができます。同じように13番のルート18、18は9に18ですよね。つまり3の2乗の9と掛け算をしています。ですからルート18はルート 9×2、 9
9は3の2乗なので3の2乗をかける2、2乗になっている3が外に出て3ルート2と、こういうふうに表せるんですね。14番ルート300、これは10の2乗の100と掛け算をしています。ですからルートの中で100かける3と表して、100は10の2乗そしてかける3となります。2乗の部分の10が外へ出て10ルート3、ね、ルート300は10ルート3と、こういう形にすることができるんですね。今回は混合を含む数の乗法と除法の基本についてお話ししました。この動画を見て役に立ったと思った人はぜひチャンネル登録お願いします。そして実際に動画で学習したことができるようになっているかどうか、教科書とか問題集を使って試してください。教科書や問題集を使うのは面倒くさいという人いるかもしれません。そんな時には動画に出てきた問題をもう一度自分で解いてみてください、ね、それが解けたら理解しているということですよね。解けなかったらもう一度動画を見直して、あ、こう解くんだというのを確認してください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。